経済産業省もしくは農林水産省じゃない、省庁から、ね、食べもしない米に税金をつぎ込んでいいんですかっていうまた正論が出てきた時ですよ、ね、もうそんなこと言う人はいないかもしれないけど言ってきた時に財政難になった時に本当にそれ必要なんですかってなった時に我々はどうするんだっていうふうについて僕は農業を斜めに見てしまうんで、面白くない話にも聞こえるかもしれないけど僕はねずっと農業を斜めに見てきたんでおかしいなおかしいなと思ってなんかそれでいいのかなそれでいいのかなって思い続けてきた結果、まあ、こんなふうになっちゃったんだけどぜひ皆さん方も、まあ、ひねくれる必要はないけど冷静にちょっと一歩農業を外からというか俯瞰的に見てみると意外ととんちんかんなことが農業業界では行われているということをぜひ今日はですね皆さん方と勉強一緒に勉強するのが最後なんでぜひお伝えしたかったことなんです。今日ですねもう最後なんでどうしても皆さん方にですねお話をしなきゃいけない話をします。でこれ言いたくないんですけれどももう言わなきゃいけないという非常に心苦しい話なんです。まずなんでここまで引っ張るかというと今我々が置かれている農業の状況というのも我々、若手農業者というのはしっかりと把握するというのがとにかく大事になります。これから私たちはもう50ですけど、あと80までやるとしても30年70までやるとしても20年、今30代の人はこれから40年、40代の人も30年というふうに長い農業をやっていく中で客観的に自分たちがいる農業業界というものを知らないとですね本当戦略が打てないんです。でその客観的に見ると農業業界がいかに危ういかいかに甘いかっていうのが実はもう見えてくるんですね。でこんな話をすると決して楽しくないんだけど皆さん方がこれだけ学ぼうとする意欲があるってこと前提で皆さん方にお話をさせていただきます。その内容がこちらなんですけどこのオックスフォード大学っては聞かれたことあるんですけどそこがこれ、仕事の価値を大きく下げる原因について発表した内容なんです。これ一見農業に関係なさそうなんですけど3つあります。まず1つが仕事の価値を大きく下げる原因に供給過剰つながるんです。供給過剰そして技術革新なんです。そして消費者行動の変化この3つが仕事の価値を下げる。今からなんか AI とかロボットが仕事をする時代になるなんて言ってますよね。とにかく今からですねとにかく仕事をしない時代になります。仕事をしない時代になります。働ければお金がもらう時代っていうのは先々の話でそういう時代ではなくなります。労働というのが基本的にどんどん、ロボットだったり AI にとって変わっていく、そういう話になるんですけれども要は我々の農業という業界はこの仕事の価値を大きく下げる原因である供給過剰と技術革新と消費者行動の変化にドンピシャハマってるんですよ。ドンピシャ。で例えばですけどこの供給過剰をちょっと大きくしてみます。供給過剰例えば、これちょっと字が見えにくいかもしれませんけど公認会計士とか税理士ですね。これが2000年には1万6000人いたのが2014年には3万4000人という2倍以上に増えている、行政書士も増えている社会労使も増えている。つまりその職種が人がどんどん増えていくところは当然供給過剰になって価値下がりますよね。昔は弁護士さんなんて言ったら「わあ弁護士ですか」なんて言ったけど今弁護士って言ったら「残念ですね」って言わなきゃいけない、ね、銀行もしかりです。ガソリンスタンドもしかりです。とにかく増えれば増えるだけ競争が劣化してその価値は下がっていくんです。でも農業はどうでしょう。農業っていうのは増やせ増やせって言ってるじゃないですか。あれ増やせ増やせって誰が言ってるかあれ国が言ってるんですよね。と農協が言ってるんですよね。自治体が言ってるんですよね。で皆さん方も確かに後継者はいた方がいい。でも農家が昔のように300万人いたらどうなるか。もっと言うと1960年の頃はもう1000万人ぐらいいたわけですよ農家は。で極端なこと農家が減ってくれてるおかげで我々は生き残ってるんですよね。農家が減る。ただ農家が減ったからといって所得は上がってるんです。そうですよね。一軒あたりの規模が大きくなったり一軒あたりの売り上げが上がってるわけだから、だからどんどん増えていってその人たちが
じゃんじゃん稼ぐライバルがたくさん出てくるなら我々にとってはピンチだし、農家が増えることが本当に個人の農家として考えた時に果たしていいのか、これ地域とか考えたり日本の農業と考えるといわゆるマクロですね、マクロで見ると確かにその方が大事なんだけれども、ミクロで自分個人とか我が家とかそういうことを考えた時には決して農家が増えることを両手を挙げて万歳できるような状況ではないということなんです。まずこれが1点です、はい、そして2点目が、この技術革新ですよね。技術革新、やれスマート農業だ、やれ自動化だ、やれ無人化だ。最近農業新聞見てたらですね、ついにブロッコリーの収穫機ができたと。どこだったかな、県はちょっと忘れたんですけど、ブロッコリーをもう収穫する機械ができたと。で、白菜収穫する機械もあると、大根収穫する機械もあると。で、畑野会長、我々がまだね収納した平成元年あたりって皆さんびっくりするかもしれないけど、芋掘り機でなかったんです。干渉掘るやつって、あれ平成7年ぐらいだったかな、でき始めたのなかったんですよ。大根掘る機械もう考えられない、もうドラえもんの世界だった、うん、そういうふうに収穫するロボットっていうのは基本的になかったんです。で、今ほとんどあります。普及してるかどうか別ですよ、ね、私の、出身の益城町っていうのはもう隣がすぐ西原村なんで、もうほぼ益城町といってもほぼ阿蘇寄りなんですよ。で、熊本空港のそばなんで、ものすごく火山灰土壌の黒木で、まあ干渉、いわゆる辛いもですねが盛んな地域なんです。で、我が家は施設園芸だったんですけれども、まあ結構頑張り屋さんっていうか、まあ、熊本弁でいうガマ出しもんがたくさんいるような地域なんです。だから、家族、父さん母さん自分と奥さん4人ぐらいでもう3丁とか4丁とかもう芋をやるわけです、ね、芋の苗植えって4月5月6月もう全部手植えですよ、手植え、ね、もうでも植えるのがなんとかなったとしても収穫、ね、収穫をこう隙持ってきて、で一個一個コンテナに入れて、一個一個そのコンテナを抱えて、で一個一個トラックに積んで、そしてまた干渉の貯蔵庫に持っていって一回下ろして、でそして貯蔵庫に溜めて一回寝かせて、でさらにそれを持ってきて、で洗って、でそれを乾かして箱に詰めてって、もう超重労働です。だから面積を広げれば広げるほど取扱量が多くなって、私の周りの芋農家は腰か膝に必ず爆弾を抱えています。まあ、そういう農家さんばっかりですよね。ただ平成7年ぐらいに芋掘り機が出てきたんです。もう自動芋掘り機乗ってたらこういうコンベヤでダダダダダって芋が上がってくる、これはすごいと。でそれを、まあ、ある農家が一軒入れた、もうドミノ式にバババババババってこう普及していったわけで、要は今まで家族4人で1日掘ったって2ターン1日掘っても2ターンですよ。ところがその機械があると1日稼働させれば、まあ極端なこと言うと1日稼働させればですよ、やっぱ1ヘクタールから掘るわけですよ、5倍ぐらい能力があるわけです、5倍ぐらいで膝も痛くない、だって今上がってくるわけだから。まあ何言いたいかというと、当然のことながらこれは便利だと、そう思ってある人は、ああよかった、これで膝と腰が痛くならんで済むって言って3単のまんま、1ヘクタールのまんまの規模もいらっしゃるけども、鼻息の荒い若い農業者、私の周りの元気のいい農業者はこう思いますよね。あ、これ1日で1丁も芋掘れるなら俺は来年増やそうって、絶対増やすんです。でもそれがその人だけならいいんですよ。いや俺も増やそう、俺も増やそう、俺も増やそう、俺も増やそうって、もう平成10年ぐらいもうえらいことになったんですよ。要は芋の値段が下がったんですよ。そうそうですよ、供給量が過剰になるから。まあ同じ話でベビーリーフ、私ベビーリーフやってましたんで、ベビーリーフが平成元年の頃ありませんでした。で平成7年ぐらいにまあほんとちょこっとだけやってる人たちがいた。当時キロ2,000〜3,000円ぐらいしたんじゃないかな、2,000〜3,000円ですよキロ。ところが今は600円ぐらいです、5分の1です。なぜか、機械で枯れるようになったからですよ、機械。このように技術が進むっていうことになんとなく我々は、まあ、振り回されてるっていうと語弊がありますけど、いいことだと思いがちですが、技術が上がるってことは仕事の価値は下がる。
商品の価値も下がる。これが農業なんです。これ決して面白い話ではないけれども、我々農業者経営者としては正しい視点で農業を見ないと、浮き足立ったところで農業をやったところで本質にはたどり着かない。これちょっと古い話だけど、日本はロボットをダメって思ってないじゃないですか。これ戦略で、ね、まあ、また古い話だけど、まあ、我々鉄アトムの時代じゃないけど、鉄アトムだの、鉄人28号だの、俺たちの頃はなんだっけ、マジンガー Z ぐらいかな、で次の世代はガンダムかな。つまりロボットは我々にとってヒーローなんですよ。ところが諸外国ではロボットっていうのは仕事を奪っていく悪としか考えられてないわけ。デトロイト、車の産業ね、あそこに機械化が進みました。今もうデトロイトだともう廃墟ですよ。そのようにロボットが進むっていうことにものすごく違和感を覚え、危機感を覚えているのが世界なのにもかかわらず、日本というのはロボットっていうものはものすごくウェルカムなんです。なぜか、なぜかなぜかウェルカムなんです、ね、だからちょっと極端に聞こえるかもしれないけれども、スマート農業を別に反対しろとは言ってません、まあ、反対とかしたところで何も変わりませんからね。今からの社会、どんどんロボット化進み、 AI が出てき、自動化無人化になっていくって話になればなるほど、じゃあ俺はどうしようかっていうふうにカチャってスイッチを変えないとね。この前あれ今村さんどこだっけ、おっとね、今村さんが補助金でドローン買ったって、で俺から怒られたわけ、ね、お前なんでドローンなんて買うとかって、ね、いや今補助金が出てたからって、そんなことになるわけ、ね、別に俺から怒られる筋合いもないんだけど、やっぱりそういうことじゃないだろって。いや便利よ確かに、だけど便利なんだけれども、ちゃんと考えてやっていかないと、本質にたどり着かないと、世の中が動いてるのと自分たちが言ってることがちょっとあべこべになっちゃうと、まあ、大変なことになる。さらに言うとこの3つ目の消費者の行動、これはもう皆さん方当然もうご存知の通り、まあ、ここの事例ではアマゾンの話を書いてありますけど、もう今小売業界なんてもう全部もうアマゾンばっかりだから、うん、まあまあまだまだ日本は対面式で買ってるけども、世界のマーケットっていうのはもう通信販売で物が売れる時代で、わざわざスーパーマーケットに物を買いに行くような時代にはもうならないですよね。もうインターネットで物が届くわけですから。でも2022年にはもうドローンの航空法の規制が解除されますし、地方の方には物も届けてくれるようになります。海を挟んだ離島とかそういったところの産業ドローンというのはどん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 規制が緩和されて、発達していきます。まあ、このようにですね、消費者の動向というのもね、まあ、例えば畑野会長またね、ネタにすると申し訳ないけどね、イグサとかももろきましたよね。平成元年のとこ、ここまでやったのが中国産が来、みんなが畳を敷かなくなり、もっと言うと今最近はナイロン製の畳が出てきてなんてすると、社会の変化にどう対応していいんだろうかっていうふうにもう考えざるを得なかった。で次、まあ、お茶の業界はペットボトルが出てき、じゃあどう自分が生き残るかって考えざるを得なかった、ね、で米に関しては、日本は主食なんで、まだまだ米が余ってても国が何とかしてくれます、うん、でも今の子供たち日本の主食米って思ってるでしょうかって話もあるんだけどね今の子供たちが主食、日本の主食米だったんだなんつって、ね、私米食べない、お米食べないのになんでみんなお米作ってるんだろうななんて、もうお願いだからそういう正論は言わないでって、子供に今のうちからも釘刺しとかないとね、正論を言っちゃうわけ、え、なんでみんな米作ってるのって、誰も食べないのにって、もし言われたらもう何とも答えようがないのよ。いやもちろん、米を作ることが問題ではなく、水を張ることによって米を植えることによって、国土保全と治水という部分の全く違う、もののために当然米を作らないってことはありえないですよね。うん、だけども経済産業省もしくは農林水産省じゃない、省庁から、ね、食べもしない米に税金をつぎ込んでいいんですかっていうまた正論が出てきた時ですよ、ね、もうそんなこと言う人はいないかもしれないけど、言ってきた時に財政難になった時に本当にそれ必要なんですかってなった時に我々はどうするんだっていうふうについて、僕は農業を斜めに見てしまうんで、面白くない話にも聞こえるかもしれないけど、僕はね
ずっと農業を斜めに見てきたんで、おかしいなおかしいなと思って、なんかそれでいいのかな、それでいいのかなって思い続けてきた結果、まあ、こんな風になっちゃったんだけど、ぜひ皆さん方も、まあ、ひねくれる必要はないけど、冷静にちょっと一歩農業を外からというか俯瞰的に見てみると、意外とトンチンカンなことが農業業界では行われているということを、ぜひ今日はですね、皆さん方と勉強一緒に勉強するのが最後なんで、ぜひお伝えしたかったことなんです。はい、いかがだったでしょうか。もっと勉強したい、もっと学びたい、そして稼げる農業者になりたいという方のために、農ビジセミナーメール講座をお届けしております。今ご登録いただきますと無料でご相談に応じております。詳しくは農ビジで検索してください。一緒に農を耕しましょう。